これでしょ。味が穴が入ってない。この匂いだ。来て、匂いが。いや、ちょっと怖くない。大丈夫だよ。本物なんですか。これ、あの、サイマン持ってたんだ。俺、あれじゃ、作るわ。サイマン持ってたの。いや、え、本物、剥製なんですか。剥製。じゃ、これ、これ、これ匂いが、じゃ、いや、さっきは。ちょっと無理、怖すぎる。獣に来て来て来て、こう匂い、匂い嗅いで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 、大丈夫、大丈夫、大丈夫、これも動いたら嫌だ、大丈夫、大丈夫、同じ匂いだ、こういうの頭に入れて、いや、じゃあ今度、今度、今度、こっち、こっち、こっち、わかる？しかも、アルカポネ、うん、アルカポネ、アルカポネ、エデさんはさ、警察なんだよ、はい、カポネ4代目、いつも来るよ、シポン、伝説のマフィア、そうそうそう、これで吉村なんだね、あこれはさ、全国土佐犬のさ、越川さんで東金ジムの会長ね、土佐犬の全国土佐犬、どこでも行っちゃう、これもう全部全国の親分、すごい数ですね、堀さんとかさ、持ってる人すごいんだよ、あ、強いとどこでも行っちゃう、あ、東金の越川家亡くなっちゃったけどね、選手何人もそう、山崎とかさ、はい、高橋とかいい選手いっぱい育ってる、これ4代目、これオーストラリアやった時のね、この北を連れてったんで。はい、皆さんこんにちは。カズシーズチャンネルの時間がやってまいりました。本日はですね、僕が講師ともにものすごくお世話になっているですね、指導官の添野総帥にお話を聞いてみたいと思います。総帥よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、総帥、去年の総帥のお話を聞いた時以来なんですけども、なんかいろいろ指導の里が新しくなって、うん、そう、すごいですね。うん、来年ちょうど期中だからね、はい、来年の9月に完成目標で、はい、ちょうど足掛け10年かかってね、あ、周りずっと土地1000坪ぐらいあったからね、1000坪、天が味方してくれたから、はい、あとみんな一門が協力してね、はい、あの石を全部手作業で作ったの、うん、すごいですね、あれ業者でも相当かかるのに手作りっていうのは相当すごいですね、まさに大事ですね、群馬のお兄ちゃんから運んでね、はい、まさに大自然トレーニングといった感じで、まあ、でも器具を使うトレーニングよりああいう自然なトレーニングの方が、まあ、格闘技をする上にとってはいい、そうですね、はい、走り込みするとこはたくさんあるからね、はい、温泉入って走って、はい、また温泉入ると足痛くないんで、あ、パワーつくからね、足腰にね、はい、なるほどですね、今日はですね、それと総帥にいろいろちょっとお話を聞きたいことがたまってまして、ちょっと総帥にいろいろ質問させていただきますのでよろしくお願いします。まず最初になんですけども、去年からですね、このチャンネルの方でずっとこの話題を取り上がっているんですけども、まあ、小島問題についてなんですけども、ね、そうすると今の小島問題、現在はその大久保館長が、裁判を起こしまして、裁判が現在進行形で行われている状態なんですけども、そうするとこれに関していかがでしょうか。小島さんもね、普通はね、すごくいいとこたくさんあるの、はい、夜中は帰ってるから夜中、はい、うん、で自分でこう想像してっちゃうわけね、はい、で彼の取材はいつも朝方電話あるわけ、あ、でなんか精神安定剤みたいに飲んでる、ああ、だから自分でなんかそのあれ書いてありましたね、そうそう、はいはい、で自分で割と分かってるんだよね、はい、で割と分かってるんだけどこう素直に言えないから、人の悪口言ったらダメだよって何回も言ってるの、あ、会うとすいません分かりましたって言ってね、はい、で梶原先生の本書く時も警視庁の亀沢さんって言ってね、はい、丸坊の、あ、その人は剣道八段かな、はい、うん、で紹介してやってちゃんとお礼しなきゃダメだよって全然お礼してないんだね、あ、うん、だから自分勝手なとこあるからね、だから裁判所で判決大体出て謝ればね、はい、それで終わっちゃうから、あんまり追い込むとかわいそうだからね、まあ、一時はその大久保館長との裁判が進んでいく中で、もうあと一歩で和解だというところまで来たわけなんですけど、もう9割9分9人ぐらい和解が決まるっていう時に、まあ、ご自分のグループトークの方で完全勝利とか、まあ、すごいいろんな発言をしてたわけなんですけども、まあ、その時もそういうの総帥だけは、まあ、僕も大久保館長もじゃあ、謝ったらじゃあこれで終わりだなとは思ってたんですけども、そういうの総帥だけはあいつは油断しちゃダメだという、まあ、その前に俺何回もあいつ嘘つけられてるから、あ、1回2回じゃなくてね、1回2回コロコロ、梶原先生の印税入ったらね、はい、伊藤に別荘を作りたいと、
伊藤に別荘を作ろう、うん、なんで添野の先生に対してそういうことを自分がね言ったのか申し訳ないってすごい謝るわけ、はい、で次の日まで変わっちゃうわけ次の日変わっちゃった、うん、だから何回も何回も、はい、だからお灸据えて、はい、裁判所であなたはダメなんですよってそういう判決もらわないと本人は分からないんだね。あ、そう教えてあればね。小島さんが、まあ、今そういう、まあ、あの状態になってしまった原因ってそうすると何ですかね。小さい頃の生い立ちもあると思うのね、はい、うん、なんか苦労して、はい、お父さんはヤクザだったから、はい、3回なんかあのお母さん変わったりね。あれでも本当のそれわかんないんだけどなんかお母さんの悪口ばっかり言うんだよなんか小説みたいな感じがお前小説みたいですよ何回言ったんだ、はい、大山先生や梶原先生や芦原さんのね、はい、亡くなった人の書くなってたの、はい、で俺生きてるから周りの人もね、はい、やっぱりこのままじゃしょうがないっつって、はい、立ち上がって、はい、大久保館長が一応裁判所行って、はい、裁判所と会って弁護士使わないでねやるっていうのは、はい、大久保君も自分勉強だっつって選んですよ、はいはいはい、でもこの弁護士の先生とも会ってるとね、はい、弁護士の先生も分かるからすぐにね、はい、まあでも小島さんの生い立ちのそのグループトークの話を見たんですけども、なんかすごくドラマチックっていうか、そうちゃうこれ本当だっていうような感じなんですけども、芦原さんの裏さばきなんてこう ないからね、自分の裏さばき、はい、で一撃っていうのは、はい、昔極真の松井館長と長い時期あったの、はいはいはい、で松井館長が自分であの抱えてたの、はい、無限者をね、無限者を抱えてたで10人ぐらい社員がいたの、はい、それ松井館長は面倒見てたわけ、途中で面倒見てたというのはその給料とか給料を事務所とかすごいですね、上にあったの、道場の上にね、はい、その時塚本さんという女の子は、はいはい、その子はすごくしっかりしてたわけ、番頭さんだった、あで塚本さんと小島君と喧嘩になってる、最後どういうことで分かんないの、なんかあのセクハラしたとか、うん、で塚本さんが離れてからあいつリズム狂っちゃったんだね、あ、うん、じゃあそこが一つの転機になった、そう、うん、で大志君っていう息子もね、はいはいはい、伊豆に何かいい子なんですよ、はい、で塚本さんと大志君が、まあ、頑張って無限者もずっと上り調子だったの、はい、いい社員がいっぱいいたんだね、はい、で松井君との関係がおかしくなっちゃって、それまで一撃って言ってね、はい、やってたんだよね、はい、松井館長は、うん、そこまでその小島さんの会社ごと面倒見るぐらいの、うん、何かあったんですか。だからその塚本さんがほとんど松井館長のいろいろ手伝ったりしてて、でパワーカラテっていう雑誌をやってたわけ、はい、機関誌、そう、はい、それの係だったんだね。あで副商堂を辞めて独立して、はい、無限者作ってで本人もずっと和津だから空手東志也に教わったわけでしょ、はい、で東亡くなった東志也が小島さんのなんか仲でやったの、でその仲でやったらってことを悪口言って、まあ、三平君もそうです、はいはいはい、三平君とか東君の悪口から今度は制度の石井館長のね、芦原志也が死んだのは石井館長を裏切ったからって、はいはい、そう関係ないんだよね、芦原氏はそれで死ぬような人じゃないからね、で石井館長って立てればいいのに、はい、ギョロメの石井とかあんなことわけですかわいそうだろ石井館長だって、石井が会ったことないって言ってるよ、あ、会ったこともない人の悪口、そうそうそう思っちゃうわけ、空想しちゃうわけなんか石井館長のことは、うん、あの近々のこのグループラインの方にも、まあ、あの石井館長のことは殺すとかなんとかって物騒なことも書いてたんですけども、うん、はい、またコロッと変わっちゃうわけ、あで俺少林寺と揉めた時もね、はい、少林寺の人たちが来て当時指導員だった三浦美幸君とか、はい、亡くなった岸君のね、はい、写真パチパチ撮ってね、はい、なんか薄気味悪いことしたわけ、あ周り囲んだりね、はい、で小山先生ちょっとこう言ってね、事務局長の鈴木さん来てタクシーから引っ張り出そうとしたわけ、はい、俺ボコボコ叩いてないんだよね、ところオーバーに面白く書いちゃうわけ、あ、うん、話を持ってしまった、うん、大体迷惑かかっちゃうからね、あそうですよね、うん、で少林寺 の2代目継いだ四国行って会って話したの、その話も、あ杉原君なんかほら少林寺の人ですね、そうですよね、迷惑かかっちゃうからね、はいはい、まあ、今あのちょっと
裏さばきの話が出たんですけども、うん、あの裏さばきとかってなんであんなこと言うんですかね。頭の中で空想しちゃってるから。アシャラシアンの実施秀則君は言ってたでしょ、はいはいはい、裏さばきってないないと、はい、表のさばきもできない人が裏さばきもないと言ってましたけども、はい、思い込んじゃうんだね。そういうなんかちょっとなんていうんですかね、ロマンチックなところがあってほしいみたいな、そうそう、そういう幻想っていうか妄想が膨らんでしまったんですけど、何回も言ったんだよね、小説家になったらいいよってさ。ノンフィクションライターってするから余計にダメなんです、ね、うん、これはフィクションライターとして、そうそう、うん、まあ、この話は全部フィクションですっていうふうにすれば、うん、まあ、逆にいいっていう、そうそう、面白いの書けるんだね、まあ、話は、うん、まあ、面白いですもんね、うんうん、まあ、実際に小島さんの空手の実力っていうのは、まあ、これはちょっと前回も聞いたんですけども、まあ、そんなにやってないんですよね。伊東に来て、はい、あの宿命先生のお墓参り行った、はい、坂道なの、はい、坂道歩いてもフーフーフーって歩けないんだよね。おそらくあんなに太っちゃったら危ないから、はい、もうちょっとダイエットして、あの命縮めるよって何回も言ってるの、うん、おそらく、まあ、稽古したことないけど、で村上隆二君が一回あの面白くないからどこで稽古してんだって教えてくれない、はい、どれの弟子もほら来るなら来いやーなんて言って、ああ言ってましたね、家行って、はい、あの佐藤大光と、はい、大久保2代目の松井君かな、はい、であいつ堂々と出てきて話すればいいのに、外から見てて2人ともヘッド、あ、はいはいはい、あ、スキンヘッド、スキンヘッドヤクザとか違う暴力団じゃないんだけど、はい、指導官はヤクザだヤクザってなってた。で太鼓もほら加藤さんからもらった太鼓を、はい、それをばっかり強調するわけ、まあ、そうですね、そこをやたらと強調します、ね、そうそう、うん、ああ、まあ大久保館長たちがあの行かれた時っていうのはちゃんとチャイム鳴らして行っただけなのに、なぜかなんか脅されたみたいな、そうそう、来るなら来いやってね、はい、行ったら逃げちゃってな、穴から抜いて言ってな上野さんもとか、上野君も行ったし、はい、斉藤議長も行ったし、はい、話し合いに行ってるからね、あ、まあ指導官としては本校にこう話し合おうという意味で行ったと、うん、なるほどですね。まあ今後ですね、小島さんのこの件っていうのは、まあ、落としどころというか、うん、決着はどうなっていくでしょう。一応9月7日、はい、うん、次の裁判で終わると思う、はい、うん、一応名誉毀損50万円以上取れないんだね、はい、だお金取るの目的じゃないんだけど、まあ、その半分でもスピード違反と同じだからね、あ、はいはい、そうそう、罰金だよって言ってさ、はい、で白黒つければね、はい、もし、まあ、これ大久保館長から聞いたんですけども、もし9月7日に決着がつかなかったら、うんうんうん、9月28日まで伸びてしまうんで、うんうん、そうなるとそのモンゴル大会に行けないかもしれないというお話も出てたんですけども、うんうん、まあ、この事態は避けたいところですね。そうだね、大久保2代目も一緒にモンゴル行きたいっつって、はい、こっちから何人かで行ってね、まあその小島さんはなんかその最近の情報だと、まあ、そのとにかく今お金がないと、うん、いうことで、まあ、ご自宅を売って実家の方に、帰られるとか、そういうまあ情報も入ってきたんですけども、そうして、これに関していかがでしょう。一時、まあ、何かの本当たったか知らないけど、奥さんがベンツ乗ってて、うちの女房はベンツしか乗らないと鼻息荒かったんだよで村上君の道場を取材に来て一緒にお風呂入った時に、はい、見たらあの申し切りを入ったらボロボロなんだよなんでこんなの入ってんのかって俺見たらあいつ恥ずかしがってたの。だからお金があるんだかないんだかさっぱりわかんないけど、見え張ってるんですか。多分そうだと思う、うん、ベンツしか乗らないなしてるんだよ。でそれはどうでもいいんだよ、ね、メーカー持ってないんだあいつ。あ、車メーカー持ってないですか。持ってない。伊東来た時にね、はい、伊東の前市長、佃市長仲いいから紹介したの、はいはい、したら市長と俺知ってるから、はい、免許簡単に取れると思って、市長さんに頼んで免許を取らせてくれって頼んだ大志君と2人親子だね。市長さんに頼んでも免許は全然関係ないならないですよね。だからちょっとずれてんだあいつ市長さんだから免許を投じかしてくれて免許持ってないんだあいつ、奥さんは持ってるみたいだよ。あ、向かいよく来てたもん。じゃあいつも移動は奥さんに。そう、なるほどですね。まあそういうことで、まあ、小島グループラインの方でいろいろと、まあ、ありもしない情報をいろいろとこう流してた
いうことで、まあ、その中でもあの、まあ、村上塾長のことに関しても、うん、この危ないものをこう持ち込んだ運び屋だとか、うん、まあ、そんなことどっからああいう言葉が出てくるかね。どういう神経したらああいうことが考えられるのかなと思いますよね。村上君は人相はね悪いけどね、ハートがいいんですよ。あ、ものすごいいい人ですよね、はい、前にね、あの日本一人相の悪いトーナメントがあって、ね、優勝10万円日本一人相の悪い優勝したんだ。あ、そうなんですか。そうそう、ケガやって佐竹君の終わった顔傷ついてね、はい、出て行ってね、はい、賞金10万円もらってんだよね。日本一人相が悪いって人相悪いって言ってたんだよ、トーナメント寄ってるんじゃったんだよ。でも村上塾長って普通にセックスするとすごいいい人ですよね。ハートがいいよ。面倒見も良くて、うん、顔に似合わねえんだよ。顔に似合わない。で、塾長にも小島さんって散々お世話になったはずですよね。 そう、うん、まあ、それをどうやってこうやって後ろ足で砂をかけるじゃないですけど、村上君は人にごそになる喜ぶ人間じゃないから、はいはいはい、逆に君いつもごそしてやってるからね。あ、逆になっちゃうんだよね。あ、小島君が村上塾長ごそしたとかね、どこで変わっちゃうんだよ。焼肉和解をしてくれとか、なんかわけのわかんないことも言ってましたけども、そうそう、いつも言うんですよ、あの自分の弟子、はい、まあ、若い子はあれだけどね、はい、まあ、大久保二代目とか佐藤大子とかね、村上塾長、まあ、師範たちはね、はい、よその先生だったらあのごちそうになっちゃダメだよっていうの、ごちそうになると借りができたからね、あ、お互いに五分と五分と付き合ってね、人にぶら下がっちゃダメだよって言って、だからそれみんな聞いてるからね、小島君にはごちそうになんないと思うよ。なんか小島さんのこの話とか聞いてると、なんかもうごちそうになりたいっていう意識がすごくなんか物語ですよね。なんかそのたかりじゃないですけど、まあ、そういうのが意識がすごくあるんだなっていうのが分かりますね。まあ、小島さんのこの小島問題は、まあ、早く終結して9月7日で終わりを迎えたところですね。決着つくだろうね。なんとか、はい、はい、ついてほしいですね。はい、では次の話題に行きます。で、現在ですね、この僕のチャンネルの方でも、まあ、いろいろとこう闇というか、うん、あまり よろしくないこの、うん、話題も取り上げて、うん、あるんですけども、まあ、その中でですね、うん、まあ、小笠原問題っていうのがありまして、うんうん、彼は